皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はお知らせでございます。いつも皆さん大好評をいただいております。このガズのわがままウクレレベトナムで作っているオール単板オールハンドメイドのガズのいつも使っているこのねめっちゃ弾きやすくてこれ。ありがたい購入いただいた方からもすごい嬉しいメッセージをいただいてるんですけど、これはですね、本当に今、猛烈な大ヒットでございまして、事前予約販売という形を今取らせていただいてるんですけど、事前予約始まりますよというと、もう一週間足らずで用意した分が、なくなってしまうということで、未だにお問い合わせもすごく頂戴しておりまして、心が苦しいところでございます。ベトナムで、もじゃくんがね、もう必死こいて今ベトナムでいろいろやってるんですけど、ベトナムの工場を作ったりとか、また向こうでも、ね、ちょっとガチャガチャやってる、なかなか、あれですけど、とうとう本日から事前予約再開になりました。その中で1点、ものすごいびっくりする。私のアイデアなんですけど、もじゃくんに言って、そんなのありですかという新しい新商品を試しにリリースしたいと思います。実は私はちょっと前からそれ、自分のね、動画にはまだ見せてないんですけど、ちょっと使い心地をチェックしてたんですけど、今日は嬉しい。この、とっておきのみんなが、ね、嘘でしょマジかって。一体どんなウクレレなんでしょう、その驚愕のウクレレというのは。見たいでしょ、はい。じゃあちょっと皆さん見ていただきましょう。ここにあるんです。いいですか、いきますよ。ここまでは普通ですね。いきますよ、いきますよ。ダーン！あれ？なんか、なくない？なになになに、ここ。ここ。フレットないじゃん。そうなんです。7フレットだけのウクレレを販売いたします。これはちょっとお試し販売で、ちょっと本数は少ないですけど、実はこれガズはね、前からこういうウクレレいいなと思ってます。なぜかというと、まあ、ガズの場合はこのソロを弾かないから、もうコードの伴奏だけなんで、7フレットあったら、まあ、できちゃうんですよね、結構。で、しかも、これ作ってみて分かったのは、ここにフレットという障害物がないから、もう指がね、もう、これ、めっちゃ滑りがいいんですよ。めっちゃ、これいいですよ、ほんと。これね、ほんと気持ちいいんだよね、この、ここがさ、この指板がこんなツルツルとかもう、これがね、なかなかこう、心地がいい。このね、こう、指の滑りがいいというか、この、考えてみたら、ここで弾いて、普段弾いてるわけだからね。やっぱそうしたら、これ結構斬新だなと思って。しかもなんかこう、男気があるなと思って、なんじゃこりゃって感じでしょ？これ、今回、事前予約注文受け付けます。これ、事前予約注文。あー、なんかこれがもう発表できて嬉しい。ガズはこれをね、もうこれからメインにしていく、かなって感じにしてますね。ぜひもうこれ皆さん手に取っていただきたいです。この7フレットのウクレレも、販売いたします。あと逆にですね、逆にというのは何かというと、今これコンサートウクレレなんですけど、コンサートウクレレ現状のタイプっていうのは12フレットしかないバージョンで、ここで弾くときにすごく弾き心地がいいよということでね、ご案内してて、これが独自のことだったんですけど、やっぱりガズレレやってる方の中でもソロウクレレもやりたいよという方、ちょっとフレット足りねえなっていう声もありますんで、今回このここにあといくつか足して16フレット4フレット足されるってことかな、16フレットモデルというモデルも追加いたします。だから弾き語りばっかりの人は7フレットで、ソロもやりたいよって方はコンサートウクレレに限り16フレットモデルも、新登場です。選べますよ今回から。やっぱりだんだん バリエーションも増やしていって、皆さんのねこのニーズに応えられるようなウクレレをどんどんこうリリースしていこうと思うんですけど、お値段は通常の、コンサートタイプと同じになっております。詳しくはガズのわがままウクレレのページ内で確認していただきたいです。まあ、いろいろこうラインナップが追加されたというのが今回のお知らせでもございます。そしてあとね、2ラインまたちょっと追加になりました。1個はですね、各ウクレレ、ソプラノタイプとコンサートタイプって、今まではね、ピックアップが標準装備されてたんですけど、お客さんの中にはピックアップいらないんですよねっていう方多いんで、このピックアップが付いてない通常のストラップピンだけのバージョンも、各ラインナップに加えて、通常のやつより3000円定価が下がってますんで、ちょっとリーズナブルになってますんで、ピックアップいらないなという方は、今回から選べるようになりました。ピックアップ付きか、ピックアップ付きじゃないのか、ソプラノウクレレでピックアップ付き、ピックアップなしと、コンサートウクレレでピックアップ付き、ピックアップなしになっております。あ、ちなみに、この7フレットモデルは全部ピックアップ付きになっておりますんで、で、これは通常のウクレレ、ピックアップ付きのソプラノとでお値段一緒です。で、この辺のこと、ここのリンク、ここ見るっていうのがあると、ちょっと、ウクレレの購入方法わかるんで、お願いいたします。どんなウクレレかということも、このページに書いてあります。そこで事前予約注文をぜひともお願いします。これはですね、本当ちょっとお待たせしちゃうんですけど、待ってもらっても価値がある。本当になんか、いつも動画で皆さんね、お聞きいただいてる、ナイスなサウンドをいつも響かせてくる、もうご機嫌なやつなんで、
ぜひお願いいたします。はウクレレガズのわがままウクレレお願いします。あと今日はねもう一個新しい情報があるんです、イベント情報。今ね2月16日の川口と3月15日の水戸ガズレレイベント開催という告知をしてるんですけど、追加されます。今日追加されたイベントはこちら、ドン。4月の4日佐賀に行きます。九州の佐賀です。佐賀は久しぶりですね。楽しみです、その次はですね、4月の19日葛西です。葛西はですね収容人数がそんなに多くないので、もしああと思ったら、お早めにお願いいたします。ウクレレ持ってきてください。ガズレレイベントウクレレ持ってこないと話にならないですよ。初心者でも上級者でも面白いです。なぜなら面白いことをいっぱい考えているからでございまして、参加型ですからね、皆さんもウクレレ持ってきて一緒に参加していろいろ質問とか同じ歌を一斉に歌ったりとか楽しい時間を過ごしましょう。よろしくお願いいたします。あとちょっとお知らせで、今も事前予約注文を受けているこのガズレレのこのリュックサック、はい、ビジネスマンが持ってもいい、これ、大変大好評のご予約をいただいているんですけど、ちょっと今のあの社会情勢で後ろにずれ込む可能性もちょっと出てきてます。まだちょっと確定ではないですけど、またそのことちょっと情報分かったらお伝えしますんで、気にしておいてくださいませ。で、あとはね、アプリね、アプリガズレレのアプリ、これ落としてくれました。ひとまず落としてください。これからまたどんどん付加価値がついてくるんで、アプリってね、どんどんこうバージョンアップできるんでね、ぜひ落としておいてください。よろしくお願いします。とにかくガズレレホームページだな、ガズレレ .com でいろいろ最新情報チェックしておいてください。ここを見てたら大体動きが分かるようにしておりますので、ぜひともご注目くださいませ。それでは皆さん楽しく音楽やりましょう。さようなら、バイバイ。